どうもー。ちょっと風が強いな。ちょっと風が強いんであれなんですけど、ここはですね、まあ鹿児島なんですけど、あっち桜島見えるかな。桜島ちょっとね、曇ってて見えづらいですかね。まあもう海です。海、はい、海当たり前ですよね。ここ僕のお気に入りスポットなんですよ、ここ。はい、ということで、ちょっと風が強いんであれなんですけど、早めに終わろうと思います。まあ今回ですね、風がマジで強いですね。風がちょっと強すぎる、はい、ちょ風が強いんで倒れたらすいません。倒れましたけど、はい。まあ、今回愛人キャンペーンをちょっとやりまして、まあ、お申し込みいただいた方ありがとうございます。ちょっとね倒れちゃう。で、まあ、今回ですね、スマホを活用して、まあ、収益上げていくみたいな、商品内容だったんですけど、まあ、僕、今この動画を撮ってるのもスマホです。で、基本的に全部スマホで撮ってますけど、僕の9割9分はスマホなんじゃないかなっていうところで、まあ、僕は10年前からこうネットビジネスを始めて思うことが、今こんだけ便利なデバイスもあって、アプリもあって、正直お金が稼げないって言ってる人たちの、意味がわからないです。まあこれ申し訳ない、上から目線で申し訳ないですけど、これだけの環境が揃ってデバイスもあるのに、これね、使ってないだけだし、まあもしくはやり方を知らない。どっちかなんですよ。使ってないかやり方知らない。どっちかです。で、使い方とやり方は今回のキャンペーンの映像でお話ししてます。で、今回のキャンペーンの映像見てもらえれば、見てやっていただければ、収益が上がらないってことはないです。ない。ない。もう言い切りますよ。やればでしょ。やれば収益が上がらないってことはまず考えられない、考えられないです。だからその具体的にどうやってインターネットで稼ぐのみたいなのは、そこの今回の映像を見ていただければいいんじゃないかなと思います。で、本当に、まあ、僕鹿児島からこんな形でこう動画撮ったりとかいろいろこうやってるんですけど、どこいても変わらないですからね。ネットどこでもあるし、だからなんかもし自分の生活を変えたいとか収入を変えたいとか自由になりたいと思ってるんであるならば、まずネットを活用してどうやって収益を上げるのかっていうのはこれ勉強するべきです。てかネットしか僕ないと思ってます。個人がお金ない状態からですよ。お金がない状態から個人がお金稼いでいくんであるならば、僕はネットが一番です。だって初期費用ほとんどかかんないじゃないですか。YouTube も無料だし、Facebook も無料だし、アプリとかも無料だし、まあ、今回ね、ご紹介してるセミナーでは LINE グループの話をちょっとしてるんですけど、LINE も無料じゃないですか。無料のアプリ、無料のデバイス、無料の環境、ね、そこら辺行けば Wi-Fi 無料で飛んでるし、だ非常になんかもったいないかなと思います。うん、だから僕、鹿児島来て思うことが、確かに東京の方が人いたりとか、まあ、仕事をする打ち合わせとかは東京になっちゃうんですけど、だからまあ打ち合わせとかねあるんで東京行ったりしますけど、やること変わんないんですよ、どこ行っても。だから田舎であろうが、この鹿児島のね、ここでも僕仕事できてますからね。今この動画撮ってるの僕仕事ですから、動画を撮るっていうのは仕事なんで、この山の、もう正直ね、これ LTE ここ通りますからね、ここでパソコン開いても仕事できますよ。ここ LTE 取るから。前ここでね、メルマガ書いてたんですけど、ここでメルマガ書けます。わかります。すごくないですか？もう自然。東京にはないですよね、この感じ。はい。いや、ここね、ほんと僕お気に入りなんですよ、ここ。な、鹿児島はもしね、来たらここをご紹介したいんですけど、今日はね、ちょっと曇ってて、あそこに本当だったら桜島はバーン見えるんですけど、今日はちょっとね曇ってるんで、まあそれでもね綺麗ですよ。ほら綺麗じゃないですか、この雲の感じと光具合どうすか。これ東京じゃなかなか見れないですよね、この景色。どうすか。だからこういうとこで仕事ができるんですよ、自由に。まあ自由にやるためにはその勉強というか知識もないとダメなんですけど、そうそうそう、ちょっと寒いんで、ちょっといいっすか。ちょっと風が強いし寒いから、ちょっとすいません。まあでも綺麗でしょ。ここね、僕のお気に入りのスポットですよ。非常に超綺麗じゃないですか。ちょ、インスタグラム撮りたいな。ちょ、動画撮ったらインスタ撮ります。あ、今撮りたい。じゃあちょっとすいません、早めに終わっていいですか。もういいでしょ、もう動画だいぶ撮ってるからもういいんじゃないですか。ちょっとインスタグラム撮ります。ちょっと今なんですよ。今大事、この感じ。
雲なくなっちゃうから、ほらあの感じ良くない、あの雲の感じがすごくいい。で太陽がちょうど、ちょっと終わろうということで、まあ買ってくださいもう買うべきです、いいですか、買うべきです。以上です、まあ、これで最後の動画です。じゃあちょっとインスタやるんで終了。